まずは準備。この作業をね、裏でやってワンチャン爆破したら嫌だなと思ってペコーラは毎回当日の直前じゃないとやれないペコなの。ちょ、ミスったら終わりだよね、これマジで。え、ちょっと待って、一回怖いな。もうこれちょっとでもやばいペコだからね、ちょっとでも。なんかさ、いつも一人でやってるペコだからさ、一人なら失敗してもお前いっかとか思えるペコなんだけどさ、今日は、大先輩お呼びしちゃってるからさ、心配できねえペコだから、落ち着いてね。もうソラ先輩がめちゃめちゃさ手伝ってくれて、可愛い花壇まで作ってくれたんだけど、どうするよやべえペコだよ、綺麗になってんの。そう、いつの間にって感じよな。こんにちは。呼ばれたのに来ちゃったって言われたよ。やばい、ガチで来てしまった。やばいよ、ちょっと、どうしよう。あ、今日はよろしくお願いいたします、ペコです。ソラ先輩、あ、よろしくお願いします。今日ソラ先輩、この後ちょっと騙したい人を呼んで、うん、じゃあソラ先輩にはちょっと先ほど伝えたことをちょっと実行してもらいたいなと思うんですが、今日は一日よろしくお願いします、ペコ。よろしくお願いします、ペコ。かわいい。遊ばない。すごいね。何してるっていう聞き方なんだね。え、なんで、ね、なんて聞いたらいいと思います、ペコ。遊ばない。何してる？なんか、よければ一緒に遊ばないとか、私は軽く送っちゃうけど。いいペコですね、先輩。もしよければ、一緒に遊ばない、うん、ナイスアイディア。ナイスアイディア。さすがペコだな。ソラ先輩、誘い方が上手ペコだな。ありがとう。あ、来た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 。トア様、前回失敗、ある意味失敗してしまったペコなので、今回はガチめに行きたいと思います。ちょっと待って。あ、お疲れ様。あ、トア様、久しぶりペコじゃん。あ、そうかな。うん、トア様。すごい、いいよ、飲んでるけど。トア先輩はお久しぶりですよ。お久しぶりだね。元気？元気です、元気です。よかった。トラ先輩は元気ですか？どうしたらいいんだろう。元気だよ、全然元気。ああ、よかった。ソラ先輩が元気なだけで世界が救われるって言いますからね。何、そうなの、すごいじゃんあんた、あれペコだね。ペコラにそんなさ、ペコラがなんか元気ならさ、世界救われますねとかさ、全然言わないのに、なんでソラ先輩に言ってるペコなんだよ。あ、ペコラちゃんが笑顔だったらどうのこうのって言ったら、全然嘘ペコじゃんとかって言ってくるのが目に見えてるから言わないわけ。なんでペコだよ。なんかちょっと一言言っていいですか。このメンバー結構トラウマしかないですか。トラウマ、このメンバートラウマしかないけどね、これな。トラウマ、なんかあったっけ。この3人で遊ぶことって初めてじゃないかな。あー、自分で都合悪いことをするタイプか。ね、通話で初めてで、なんかあった。そうそう、トアさんもないか。あ、確かに。あ、そうか、トアがいけないね。すみません、トアがいけないわ、これは。うん、そうだわ。え、トア様、どこにいるペコ。迎えに行く。え、あんたつけてるじゃん、エリトラ。え、嘘、ほんとだ、これペコラちゃんに借りたやつ。おい、借りパクしてんじゃねえペコだよ。はぁ、自分だけでトアのめちゃめちゃ使っとったよ。まあ、お互い様ペコだね。じゃあ、ソラ先輩のところ行くから、ちょっとトア様、これ一応渡しとくね。あ、なかったんですよ。ほら、だと思いましたと。あのね、ここら辺ね、最近すごい開拓してて、すごいペコ、めちゃくちゃね、いろいろ施設増やしたからね、ペコラちゃんにね、見せたいねって話をしてて。なるほどなるほど。そうペコ、そうペコ、案内してもらっちゃって。いいペコなんですか。いいよ。やったー、お願いしますペコ。お父さん、行こう。みんな力もらった旗で案内します。ちょっと待って、ちょっとさっきから殴られるペコなんですけど、ソラ先輩から時々、大丈夫ですか。これ怖いペコラちゃん、一定距離に行くと攻撃してよ。危ねえ。なんかじゃねえペコだよ。いやー、トアが、じゃあ仲裁、あれ、間に入りますよ。うるせえペコだ。行くぞ、行くペコ。ソラ先輩、教えてくださいペコ、いろいろと。めちゃめちゃ気になるでしょ、これ。こんな顔出てたら。確かに、本当だ。なんかね、尺がちっちゃいみたいね。これはね、わため氏が作ったね。わため。わためちゃん作ったペコなんだ。あ、一回ちょっと夜だからベッドで寝ませんペコか、一緒に。そうだね。うん。あ、でもさ、その前にちょっと私さ、飲み物とか取ってきてもいい？あ、全然全然。どう
ぞ。喉乾いてますとこですもんね、説明で。ずっとね、ペコラちゃんと喋ってたんだけど、飲み物持ってきてなくて。どうぞ、ペコラちゃんの喉乾いてたから。喉乾きますよね。うるせえ、ペコラちゃん。ちょっと行ってくるから待っててね。あーい。ちょっと、先輩、社長としてさ。ちょっと、だって、ほら、見て、二人も顔出してる。うるせえ、ペコラちゃん。ちょっとさ、トン様。ソラ先輩ちょっとさ、あれじゃん、今ちょっといないペコだけどさ、ちょっと電車乗らね、電車先に二人で。で、先に、いいの先にか、か、感想言っちゃおうよ、感想。感想先に言ってさ、いい乗っちゃったみたいな感じしよう、ペコ。いて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 、いて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 。いや、乗らない、ちょっとソラ先輩には申し訳ないけどさ、ちょっと先に乗らせてもらうよ。はい、それじゃあ列車行こう。じゃあ、ペコラも今行くねー。ほんとね、行くよ、行く行く行く。普通に乗る。普通に乗りたい、ペコラも。おー、受け、いい、いい。結構頭がスレスレの感じよ。まだそれ褒めてんの。あ、いいね。なんかこれスリリングってことでしょ。あ、そういうこと。え、これ大丈夫なの。え、どうしたの。あ、やべ、水の中に、水の中に入っちゃった。ペコ、え、ペコラちゃんいなくね。いる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 。死ぬんだが、これ死なない死なない、頑張れ頑張れ。なんで死なない。あー、なんかすごいふざけてましたよ。違う違う違う、今ちょっと、え、やばい、ちょっと待って、ソラ先輩、ちょっとこっち今来ない方がいいかも。え、ちょっと待って、いや、ちょっと、見て、ここ花だけ作った。いや、これ本当にトレインの途中。かわいいペコですね、本当に。花だけ？そこ、ここ、ここ花だけじゃない、花壇とか作って。ソラ先輩、ちょっと行かない方がいいかも、まだ。あ、いや、あ、ちょっと。これあれ、アンキモ？あ、ちょ、やばい、どうぞ。アンキモ？アンキモだ。どうぞ。いや、ちょ、あの、ソラ先輩、ちょ、さ、そうそう、どうすんの、あんた。あんたこれやばいって。ソラ先輩がソラトレイン作ってた。アンキモ、ソラ先輩あっちにいますよ。違う違う違う、バカ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 。お前、海の中にもソラ先輩作ってたペコなんだって。あ、ちょ、え、ちょっと待って、ツーに消えてる中に入るの。ちょっとこれ勝ち起こってるって。これどうすんの、あんた。これ何がいたんすか、ここに。いや、これ見て、あそこに左にさ、オレンジのアンキモのさ破片があるペコじゃん。え、どこ。なんか知ったような感じで大丈夫大丈夫って。いやいや、知ってたんすか。え、水入ってた、一緒に後ろにいたペコだからさ。後ろにいたペコだから。え、後ろにペコらいて、後ろにいなかったし。いた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 。水中の中ずっといるって知ってるんすか。え、違うよ、ペコらも後ろにいたの。後ろにペコらちゃんが。なんかとは二度目やぞ、お前。二度目やぞ。ペコちゃんが全部なんか、はい、あのほらこうやって殴ってくる。二度目だよ。のことを虐待してるんです。すいません、なんかいつもペコラちゃんが。近いペコでしょ。そう。さら、なんかもらった。さら先輩、ちょっと。ねねねえ、この光景なんか見覚えなかったりする？とわちゃん。見覚えしかないけどね。なんでペコで、え、もしかしてバレてる？ちょっと待って、バレ。ま、騙されたペコ？全然騙されないペコ。なんでペコね、ソラ先輩騙されてくれなかったペコなんだけど。なんか途中から感づいてたよね、なんか。やっぱこのメンツだとペコなちゃんのテンションもうえぐいって。えぐ？え、あれ？え、あれ？どういうテンションだったらよかったペコ？どういうテンションだったらよかったの？もうちょっとローな感じよ。やべ、あっち、マジか。炎上するじゃん、まあ炎上。危ね。いやでもとりあえず、ま、今日忙しいのにさ、ちょっと来てくれてありがとう。ちょっとペコラ的には完全にちょっと騙そうと思ってやったペコなんだけど、うん、予想以上に
にやっぱバレるんだなっていうことを知りました。これはね、トアもね意外に悩むとこであって、そう、騙される側も、うん、これはちゃんとうまく騙された方がいいのか、それとも反応した方がいいのかみたいな、その究極の二択に迫られるところをちょっとどうにかこうにか頑張ったんですけど、どうでした？いや、あんたも素晴らしかったよ。